左港花山の岩江の文化的景観は中国南部の高西地湾族自治区に残る700年以上にわたってカルスト地形の断崖壁面に描かれた大規模な岩江群を含む文化的景観である。これらの岩江群は左港及びその支流である秋江の岩壁に見られ厚生老公国家級自然保護区に含まれる岩江もある。また、秋江右岸は 花山ガンガ風景区に指定されている。2016年7月15日にユネスコの世界遺産リストに登録され、登録対象となった山地区38県の岩江群は、高志佐市佐志野根明ら県、琉州県、甲州区、タスク水県に位置している。なお、中国語、ガンガは岩江のことである。日本語では、ガンガという熟語はあまり一般的ではないが、 日本語文献でもこの遺跡を花山岩画として掲載しているものがある。左高梁岩には切り立った崖が見られ、その壁面に赤い岩料で多くの図像が描かれている。岩料は赤鉄鋼に植物の樹液を混ぜたものが使われた。壁画の中には130メートルの高さに描かれたものもあるが、切り立った崖に描いた手法としては足場を組んだ方法が指摘されているほか、 崖の頂上からぶら下がったり、下からよじ登った可能性なども指摘されている。崖の壁面に岩絵の描かれた地域の中でも主要な場所は、幅およそ170メートル、高さ約40メートルで、110ほどのグループに分類できる約1900個の像が描かれており、中国の岩絵の中でも大規模な部類に属する。それらの壁画は概ね、 川もからの高さで30メートルから90メートルの場所に描かれている。左甲花山の岩絵図像には人物を描いたものが多く腕を掲げて足を曲げたポーズは何らかの儀式の様子を表したと考えられている。それらの多くは60センチメートルから1.5メートルほどの背丈だが小さなものだと20センチメートルほどのものがある一方。 最も大きいものだと3.58メートルになる。人物以外では、刀剣類、船、動物などを描いたものもあるが、口述するように、世界遺産登録理由との関わりで重要なのは、中国南部から東南アジアにかけて用いられてきた、銅庫らしき道具が描かれていることである。壁画が描かれたのは、紀元前5世紀から、後に2世紀とみなされている。式や周期に、 若干の遺説があるものの、その場合にも、おおむね戦国時代から五感の時代に描かれた点では、共通する。この時期にこの地に住んでいたのは、チワン族の祖先とも言われる古史であり、祝いは彼らの生活や儀式を描いたものと、みなされている。ただし、放射性炭素年代測定の結果、最古の祝いが1万6千年前、最新の祝いが690年前という可能性も、 出てきている。高市佐七湾族博物館には、この岩江軍の歴史などに関する展示物がある。この物件が、世界遺産の暫定リストに記載されたのは2008年3月28日のことであり、2015年1月30日に正式推薦された。世界遺産委員会の諮問機関である、国際記念物遺跡会議は、 すでに世界遺産リストに登録されているタムガリの広古的景観にある岩江群聖なる山スライマンイコール島モンゴルアルタイ山脈の岩江群といった他のアジアの岩江遺産と比べてもその顕著な普遍的価値を認められるとして登録を勧告した2016年の第40回世界遺産委員会では勧告通りに登録が認められたこの世界遺産の正式登録名は 英語、ズオジング・フアシャン・ロックアート・カルチュラル・ランドスケープ、フランス語、ペイスジ・クルトレル・デール、アート・ルーペストラ・デ・ズオジング・フアシャンである。その日本語名は、以下のように揺れがある。なお、中国語名は、左甲花山・ガンガ文化系である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。登録範囲は、以下の通りである。 ありがとうございます。